公益社団法人日本ダンススポーツ連盟は、ダンススポーツの振興を目的とした日本における競技ダンスの国内競技連盟。世界ダンススポーツ連盟の日本代表組織であり、世界88の国、地域のダンススポーツ組織と協力して、世界選手権、アジア太平洋選手権他の国際公式競技会の開催、ダンススポーツの普及等の活動を展開。 1977年4月1日、全日本学生舞踏連盟、日本アマチュア競技ダンス連盟及び日本社会人ダンス連盟が一体となって、JDSF の前身である日本アマチュアダンス協会を設立。1980年、日本アマチュア競技ダンス連盟設立、国際アマチュアダンス評議会に加盟。1986年、日本社会人ダンス連盟が設立。 1999年、日本アマチュアダンス協会から、日本ダンススポーツ連盟となる、日本アマチュア競技ダンス連盟は、JDSF の内部組織である、日本ダンススポーツ連盟アマチュアリーグとなる。また、全日本学生競技ダンス連盟は、JDSF の加盟団体となる、日本スポーツ協会に準加盟。2002年、社団法人化。2007年、 日本オリンピック委員会に正式加盟。2011年、公益社団法人に移行。2019年11月9から10日、全日本ブレーキン選手権を、第39回、三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会と、同時開催。東京都江東区有明3丁目4番2号、有明センタービル1回年間全日本ランキング、その年の三笠グーバイ全日本。 ダンススポーツ選手権大会とダンススポーツグランプリの成績により得られるポイントで決定される。ランキングにより、WDSF の世界選手権、ワールドカップ、アジア選手権の出場権を決定するとともに、強化選手の選考、オリンピック関連競技会等の代表選手の選考基準となる。2017年、渋谷スクランブル交差点のが愛刀ビジョンに日本。 ダンススポーツ連盟 TV アニメボールルームへようこそコラボ CM 動画を放送ありがとうございます